はいどうも、こんにちは。伊ずこです。ということで、今回は AU ユーザーは必見の AU マネカツプランですね。AU ペイゴールドカードとの組み合わせ、超絶貯める AU マネカツプランを徹底解説します。この動画では、9月の1日から始まった AU の新サービス AU マネカツプランについて3部構成で解説をします。1、AU マネカツプランとは、2、AU マネカツプランでポイントがどんどん貯まる決済特典とは、3、実際にどれぐらいお得なのお得度簡単シミュレーションという構成で具体的な特典内容や、この このプランがご自身に適しているか、実際のシミュレーションを交えながらお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは 行ってみましょう。まず、au マネカツプランについてざっくり紹介します。au マネカツプランとは、au ペイカード、au ペイ、au 自分銀行、au 株コム証券のマネーイコールお金に関わるサービスがお得になる業界初の料金プランです。何が業界初かというと、スマホの料金プランでありながら、銀行の預金利率や投資信託のポイント還元がアップといった、金融側の特典がついてるということを今までになかったタイプのプランですね。au マネカツプランの加入プラス au の金融サービスの セット利利利用用で au ペイ残高還還元元特特典典と金金融サービス利用時のの率や金利優遇などを強化すする5つの特典が受けられますさらに、au pay ゴールドカードとのセット利用で、通信料金のポイント還元率に加えて、円普通預金金利や、クレカ積立決済投資のポイント還元率がさらに上乗せになります。つまり、au マネカツプランと au pay ゴールドカードの組み合わせでポイントが超絶溜まるプランとなっています。早速、具体的に見ていきましょう。最初に、ベースとなる au マネプラン。 マネカツプラン 5G4G 使い放題について見ていきます各種条件適用前のベース料金はデータ容量使い放題で税込7238円ですここからまず au スマートバリューインターネットサービスプラス電話に加入されている方はここから税抜き1000円割引がされますさらに au マネカツプランの au ペイ残高特典として au ペイカードの加入で300円分還元 au 自分銀行口座を保有していると300円分還元通信料金の支払い を au ペイカードまたは au 自分銀行に設定すると200円分の au ペイ残高が還元され合計で800円分の au ペイ残高特典が受けられます例えば毎月欠かさずもらえるもので年間だと9600円分お得なことなのでサービスに加入しているだけでお得になるので端子の人にもぴったりなんですよねつまりもともと通信料金が税込み7238円のところ金融サービスのセット利用によって合計最大800円相当の au 残高がが還元されて通信料金が実質税込5338円になりますここまで au マネカツプランをざっくり紹介しました。で、この au マネカツプランですが、aup ゴールドカードと組み合わせるとさらにお得になります。ここから僕がお勧めする au マネカツプランと aup ゴー,ールドカードのお得な特典をしっかり丁寧に説明していきます。まず特典1として aup ゴ <laughs> ー,ールドカードの通信料還元というものがあります。こちらは携帯料金を aup ゴールドカードで支払 12ヶ月間通信料金が合計最大20%還元されるといいいうう特典ですね詳しし内訳を見ていきましょう通信料金の au ペイゴールドカード支払いだと通常ポイント税込100円ごとに1ポイント1%で月に61ポイントゴールド特典ポイント税抜き1000円ごとに90ポイント9%月に450ポイントそして今回の au マネカツプラン通信料金ゴールドカード特典1年間限定で税抜き1000円ごとに100ポイント10% 月に500ポイントが還元されるので 合計最大月1011ポイント還元なので1年間で12132ポイント貯まるということですね続いて特典2つ目である au ペイ決済特典について見ていきましょう au マネカツプランと au ペイゴールドカードでの au ペイ残高チャージ au ペイ決済でポンタポイントが合計最大2%還元されるという特典です内訳としましては通常の au ペイ決済還元率の0.5%それに加えて au ペイゴールドカード からの au ペイ残高チャージへの還元率が1%加算そして au マネカツプランによりさらに au ペイ決済還元率が0.5%足されて最大2%となります 例えば、お買い物の際に、まず a u ペイゴールドカードで a u ペイ残高チャージをします。そして、a u ペイを月々3万円利用したとすると、この3万円の2%分の月600ポイントが、ポンタポイントで還元されるということになります。つまり、毎月 a u ペイで3万円分利用した場合、1年間で7200ポイント貯めるということになりますね。なので、普段から a u ペイ決済でお買い物する方にとっては、毎日のお買い物でポンタポイントがどんどん貯まっていくというわけです。さらに 三つ目の特典として、au マネ活プランと a u ペイゴールドカードでのお買い物の併用でポンタポイントがどんどん溜まります。a u ペイゴールドカードのショッピング決済で最大1.5%還元されるという特典です。例えば、毎月 a u ペイゴールドカードのショッピング決済を5万円利用すると、5万円の1.5%分の最大750ポイントがポンタポイントで還元されるということになります。つまり、毎月 a u ペイゴールドカードのショッピング決済を5万円利用した場合、 1>, 1年間値段と9000ポイントが貯まるということになりますねプラン特典の0.5%は5万円利用が上限となりますがクレジットカードも毎月5万円使う方にとってはどんどんポイントが貯まる魅力的な特典です日々のお買い物や毎月のお支払いで AUP 決済と AUP ゴールドカード決済をうまく組み合わせれば効率的にポイントを貯めることができます最後に公式ホームページのお得度シミュレーションを使って実際にどれくらいお得になるのか実際に見ていきましょうそれがこちらのページでございまして まず au スマホ利用料金が、例えば4,480円。次に a u ペイカード支払いとして、僕はクレジットカード積み立てを毎月行っているので、毎月5万円。 で、次に AUPay カードでの AUPay 残高チャージは僕自身は今行ってないので、例えばここを0円としましょう。次に AUPay のコード支払いですとかネット支払い。まあ AUPay 自体はですね、別のクレジットカードを使ってチャージを毎月5万円行ってて、その5万円分しっかりと使ってるんで、毎月ここ5万円と僕は入力をします。次に AU 自分銀行の円普通預金の毎月の平均預金残高。まあここはもうわかりやすく100万円としてみましょうね。そして先ほど申し上げましたように、僕は AU 株ム証券のクレジットカード 積み立てクレカ積み立てを毎月行っておりますのでこちらも5万円と入力これを踏まえてシミュレーション結果を表示したらどうなるかということでクリックするとご覧のように1年間でこんなにお得ということで au マネカツプラン加入プラス au ペゴールドカード加入支払いで合計年間5万3499円相当分お得になるということなんですよねこの画面から少し下がると年間 au マネカツプラン加入シミュレーション結果ということで今行ったシミュレーション シシミュレーション結果のの細かいい情報が出てきますのでぜひこちらもご確認くださいそんなことで今回は au マネカツプランのゴールドカード特典を中心にお伝えをさせていただきました。どのぐらいお得になるのかのシミュレーションを見ていただきましたがいかがでしょうか ?au ユーザーなら au マネカツプランと a u p a ゴールドカードの組み合わせで日々の支払いをまとめることでポイントが超絶貯まるということで実感いただけたのではないでしょうか今回動画内でお伝えさせていただいた au マネカツプランの公式ページでシミュレーションが可能なので概要 ご覧のお得度簡単シミュレーションのリンクからどのくらいお得になるのか今すぐね試してみてくださいということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。